ゃあ、よし、お疲れ様でした。ボーイズです。ベース歌手です。アソです。よろしくお願いします。ライブグッズ紹介しちゃおう。イエーイ。やってまいりました。サブサブサイカと申しますと、グッズを紹介していきたいと思います。わー、コメントでもね、すごいいろんなグッズ紹介してみたいないただきましたので、はい、今回はそれですね、ちょっと紹介していきたいと思います。はい、無事手に入れて、はい、たくさん購入させていただきましたので、ご紹介したいなと思います。それでは行きましょう。お願いします。じゃあまず、皆さん買ったであろう、はい、ペンライトですね。ペンルアー、実はこれ非常にですね、すごい出来となっております。うん、まさかこんな袋に入ってると思わなかった。これも捨てられないよね。うん、見せてください。これがもう入れ物ですから。これですらちょっとね、もったいない。かっこいいよね。こうやって振ってもね、全然大丈夫。そう、大丈夫だった。こういうのこうやってやっても全然もう何も。ライブ中に俺盛り上がりすぎてこれぶち壊れるんじゃないかな。全然大丈夫。それぐらい振っても大丈夫。うん、全然大丈夫。このぐらい振っても大丈夫。じゃあ、こういうこういう。マジで。こういうこういう。で、これね、6色ですよ。1個だけこうやって6色、こうやってガーって順番通りに。これ使ったの唯一1曲だけ使ったんだけど、まあその曲は言えないけどさ。うん。まあ、それこうやって振ってると、うん、これが振るこのタイミングだから。わかるわあ、めっちゃ合ってる。わかる。俺もそう。このこれずっと合ってる。そう、する瞬間に色変わるんですよ、ね。みんな気にしてやってたの。色ちょうどタイミング合ってるーとかで分かってた。わかるわー。これ最高だよ。綺麗と思って。会場ね、やっぱそのみんなが振ってる動きって綺麗だよね。綺麗だね。あれすごいよね。すごい。ドームだからね、こうぶわーっと、ね、周り囲んで、あれすごかったわ。しかも今回さ、1本じゃないから2個だからさ、これ2倍ライトが光ってるってことだよね。そうだね、そうだね。確かに確かに。それすごいよ、だから確かに。いいよねこれ、本当にいいよ。ありますと、かっこいいね。ということで、これがヘッドホンと、うん、こちらですか。ということでございますね。それでは続いて、はい、どれ紹介しますか。おつるが一番買っとる。買っちゃったね、うん、今回マジで。まあ、やっぱステッカーじゃないですか。コシも買ってるし。ああ、そうだね。これかわいいよね。あれ、ペンさん行ったのっていうレベルで何にも出てくる。完全に忘れてそうじゃん。今ちゃんとしっかり見たかもしれない。俺もそうだ。ぶっちゃけ、あ、マジぶっちゃけちゃけると、本当にチャギアンダスか。うん、だってこのロゴマークとか適当になってるよ、ボケがちょっとこれ開けんのもったいない。もったいない、マジで。2つ買うか、次から。そうだね。いやいや、大丈夫大丈夫。携帯とかそういうの入れたり貼ったりするように1個買って、2つか。そうね、次から。うん、少しはね。シャツ着ないの。そうだね、ちゃんと見せるね。気になってると思うの、メンズは。そうね。どのぐらいのサイズ感か。そうだね。今回サイズがね、1種類しかないんですよ、このサイズ。まあ、こんな感じになってますと、うん、で後ろにはこのバイブスって書いてあるんですよ、うん、VVS って。うん、見えるかな。こんな感じで本当にね、かっこいいんですよ、うん、でサイズはね、なんか上に着ちゃうと男性は、うん、多分かさばっちゃう。そうだね。これ一番下に着る分だったら全然大丈夫です、うん、僕ら結構ガタイ大きい方だから、うん、まあそうなってくると1枚。身長何センチで体重何キロぐらい。今173で68とかだから、うん、そのだったら全然大丈夫これ。うん、ペインの身長でもいける、180でもいける。だってジェシーさんたちみんな着てたじゃん。あ、そうね。で、唯一ストーンズインいないマッチョ枠をつるでも大丈夫。そうまあ、多分一番マッチだったんじゃない、改良では。うん、ちょっと腕はちょうどピタッとされたけど、でも全然切れるぐらい。ただ80キロのマッチは無理だね。いやー、うん、ちょっとボディービルダー系はきついかもね。ちょっときついね。体格が大きかったね。ありがとうございますって返信くれますね。怖すぎる。怖すぎる。ある程度のマッチ。ある程度人は、はい。そして、マフラータオル。これですよ。結構長いよ。実はね、これね、福岡のね、ドームで売り切れちゃったんだよね。そう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 。もうそうしたね。俺ら13時から入って、そう13時半ぐらいに、そう14時ぐらいね、うん、もう来たんだよ、通知が。そう、ポンって。これはもう完売しましたんで。マジギリギリあったよね、これ、ね。そう。これ緑かっこいいよね。すごいよね、これ。おっしゃれ。早めに買った方がいい。慎太郎君からしちゃって。これで会場を歩いてたもんね。うん。まあ、あとは小物で言うと、このラバーバンですよね。それいいよね、おしゃれ。これね、まあ、みんなつけてる人多かった。結構つけてる人いた。うん。バッグとかでも。うん。これは、そのデザインのやつ。うん。これ書いてあるんですよね、これ。ラバーバンね。これ。
で、こういう文字が書いてあってね、はい、もう全然貼りますよ、うん、これはゴム製だからメンズでも、もうこの袖の上からでもこうやっていけちゃう。確かに。で、問題これなんですよね。これね、意外と難しいんですよ、なんか付け方。みんなこれどうやって付けてるのかな。パチっていうのがね、これあるんですよ、こういう、うん、これどうしようっていう問題が出る。こうやってね、ああ、いいじゃん、いいじゃん。気づいたらやっぱ取れちゃうんだよね。ああ、振ってたらね。そうそうそう。これみんなどうやって付けてるの。これ欲しいよ、これ。ダメですちょっとさ、今東京の方がさ、ちょっと整理券ないか確認しようかな、俺マジで何があるの？スピードダメですよ、それは。いいね、めっちゃ。あ、もう来てるよ。あ、来ねえか。いや、来やすぎる。アイドル並みの早着替え。でもさ、この感じでも竹こんな待ってっからね、だって。竹はね、長いんですけど、若見てちゃう。こう腰だから。これまあ、首まで上げてます。女の子だったらこれだってワンピースになっちゃう。そうだよね。そう、全然なるなる。僕は以上ですね、うん、買ったグッズとしましては。あとはおつるの今回のうちわ。いやー、ついに買いました、うちわ。ホックティーうちわ買いました。キラキラしたな。背景も今回さ、ゴージャスだよね。そうだね、バイオムズって感じで。これもさ、なんかいいよね。ちょっとさ、テロッとしてるんだよ。そうそうそう。これシエタが剥がれんのかな。ちょっとケケってクッて言われっていうやつなんだ。ヘクトの H、お前怪我すなよ。そうだね、初めて買いましたね。ペイさんのジュリ君ね、うん、前回カズの服買ったもんね。そうだね。ペイは何買ったの。もう俺ペンライトだけしっかり使わせていただきました。あとこれね、チケット ねこれもバイブス仕様ですから。いいよこれ。そうだね。あ、そうだ、これ上がった。ほら、店とかないとアリーナだったよっつって。伝説のチケットだよね、もうこれ、うん、俺らの。ほんとそうだよ、我々の奇跡のチケットだよね。そう、俺らもすごいからね、10列目と18列目だから、うん、ほんとすごかったよ。いろんなグッズがね、ほんと売ってたんでね、うん、絶対買った方がいい。今回レビューしましたんで。そうだよね。まあ多分気になってるのはここら辺だろうね、皆さん。そうね、サイズ感だろうね、うん、うん、全然大丈夫、全然メンズでもいけますよっていう。まあやっぱ慣性の法則比べるとちょっと小さいんじゃない。小さい、持ってきますよ。これが慣性の法則の多分これ横がさ、横が広いんだよ、全然違う。あ、横ね、横幅、うん、竹はちょっと長いバイブスの方が逆に、うん、細身になってるよね。肩幅もさ、ちょっとさ、狭いし、腕もさ、それも全然ほら、違うよ。ほんとだ、全然違うじゃん。見えますかこれ、見てるのこれ違う見えますかこれ。俺は T シャツは集めてますから。いいね。やっぱグッズって揃えたくなっちゃうね、ちょっとね。なるね、やばいわ。こっちは毎回買います。なんでぜひちょっと参考になれば、うん、嬉しいだと思いますので。使い勝手だった。テンション上がったもんね、やっぱり。着るべき。俺も記念写真撮った感じだからね。本当のオタクじゃないですか。オタクだもんな。いいよな。それでは、この動画良かったな、参考になったなと思ったんですね。よろしくお願いします。それではまた次回どこでお会いしましょう。